安田,安田孝之、安田孝之、安田孝之、1953年3月5日体は、日本中央競馬会の元騎手、現在は、同会の調教師、立東トレーニングセンター所属、京都府京都市出身、自給者所属の調教助手である、安田慶一、長男と、JRA 調教師の安田翔吾、次男は実施。1972年に、 騎手デビュー、1980年代から小倉競馬場、中京競馬場といったローカル開催を得意とする騎手として知られたが、1991年に東海帝王とのコンビでクラシック2冠を制した。1994年に調教師へ転身。主な管理場に、それぞれ GIQ 競争に優勝しているトランセンド、グレープブランデー、カレンちゃん、ロードカナロアなどがいる。 1953年、京都市五条に生まれる。実家は特に競馬との関わりがない家庭であったが、中学生の時に、父と京都競馬場を訪れたことをきっかけに競馬に、のめり込み、騎手を志す。中学校卒業後、京都競馬場の家事予想男級者に、騎手候補生として入門。1972年に、騎士免許を取得し、家事級者から、 正騎手としてデビューした。同年3月4日に初騎乗、18日に日本ピロエージーで初勝利を挙げる。初年度は12勝を挙げ、中央競馬関西放送記者クラブ賞、関西新人賞を受賞した。しかし、翌年3月には、阪神競馬の障害競争騎乗中に落馬、脳座賞を追って、意識不明の重滞になり、半年の休養を経験した。 回復後は徐々に勝利数を伸ばし、デビュー4年目の1975年、貢献時で春鋭記念を制し、重賞初勝利を挙げた。1980年、京都競馬場の改装をきっかけに、小倉競馬場での起場が増え、当年44勝を挙げる。以後小倉開催での活躍が目立ち始め、小倉男、小倉の安田とも称された。安田自身もこのに誇りを抱き、 GI があっても、小倉へ行くようなスタンスで小倉を中心活躍を続け、小倉開催45週連続勝利などの記録も、樹立。しかしこうした心情から、八大競争、GI 競争の勝利は、長らくなかった。1990年12月1日、今位としていた、松本翔一級者の所属は、東海帝王の新馬戦に起乗して勝利。当日、 この勝利を含めて6勝を挙げ、中央競馬の一日勝利数の新記録、当時を受立した。当年、自己最高の83勝を挙げて、リーディング6位を記録し、自身初のベスト10入りを果たす。翌1991年は、東海帝王とのコンビで、サツキ賞に優勝し、デビュー20年目にして、GI 競争を初制覇。次に出走した東京優秀。 日本ダービーも制して、ダービージョッキーとなり、競争後には、観客から祝福の安田コールが起こった。この競争を最後に、東海帝王からは降板となったが、全国区の知名度を獲得し、JRA 発行のジョッキー列伝ポスターも制作された。後年安田は、帝王は僕の人生のすべて、表舞台に引き連れて行ってくれたからと語っている。1994年、 6度目の受験で、調教師試験に合格し、騎士を引退した。通算64001680章、うち障害競争4章、重症13章。小倉開催重賞のうち、北九州記念のみ勝てなかったことから、引退前に小倉で行われたセレモニーにおいて、僕が取れなかった北九州記念を管理場で取りに来ますと語った。 1995年3月1日付で、滋賀県立東トレーニングセンターに安田孝幸き車を開業。11日に管理場初出走。25日に赤月法王で初勝利を挙げる。2000年にシルバコックピットで木更木賞を制し、重賞初勝利を挙げた。1999年以降は、 安定して年間20から30前後の勝利数を保ち、2009年には年間39勝を挙げて、勝利度数で全国7位、関西6位に入り、自身初のベスト10入りを記録。翌2010年12月にはトランセンドでジャパンカップダー同成し、開業16年目で調教師としての GI、競争初制覇を果たした。同年優秀調教師賞を初受賞。 翌2011年にはトランセンドが世界最高賞金競争ドバイワールドカップに出走し日本馬初優勝となったビクトワ・ルピサから金山の2着となった当時日本国内が3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う混乱下、東日本大震災にあり日本馬による1.2着独占は日本のみならず現地においても感動的と報じられた この年、安田9社は、トランセンド、グレープブランデー、カレンちゃんの3頭で5つの GI 級競争を制したほか、カレンちゃんを筆頭とする4頭で6つの短距離重賞を制し、短距離王国とも評された。この中には安田が騎手引退セレモニーで勝利を誓った北九州記念も含まれた。年間では、池江康樹と並び最多の重賞十一勝を含む十三勝を挙げ、 優秀調教師賞を2年連続で受賞。また、最優秀ダートホースにトランセンド、同端距離場に、カレンちゃんと管理下から2頭が、年度表彰を受けた。翌2012年にも、カレンちゃんとロードカナロアで、春秋の短距離 GI 競争を制したほか、ロードカナロアは年末、日本馬が大敗を続け、鬼門とも言われていた、香港スプリントで優勝し、安田も、 国外の GI 競争を初制覇した。2007年4月には、管理場ホワイトベッセルが貴重な白ケマとして、中央競馬史上初の勝利を挙げた。また、同月には、安田自身が、第1回ジョッキーマスターズの出場機種に名を連ね、東海帝王の復職で参戦、参着という成績を残している。カッコ内は、安田時の優勝重賞競争。 ふとじは GIQ 競争。カッコ内は安田管理時の優勝重賞競争。ふとじは GIQ 競争。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。